ミューロケットシリーズミューロケットは東京大学生産技術研究所と後継機関の東京大学宇宙航空研究所、文部省宇宙科学研究所、JAXA 宇宙科学研究所が日産自動車宇宙航空事業部と後継企業の IHI アロスペースと共に開発し運用した人工衛星打ち上げロケットシリーズである。ミューロケットシリーズはペンシル、ベビー、カッパ、 ラムダに続く日本独自の個体ロケットシリーズであり、人工衛星の打ち上げによって宇宙開発を本格的に推進するために開発されたものである。26機の科学衛星を打ち上げ、世界の宇宙科学の発展に大いに寄与したが、2006年の MV7 号機の打ち上げをもって引退した。開発計画は大きく M 計画とアブソリュート計画に分けられる。 計画とは1960年に外側版が連帯高度1万 km 以上に達するロケットとして考案されたものである。その後、1962年に糸川秀夫による5年後にペイロード 30kg の人工衛星を打ち上げるためのロケットはいかにという質問に対する回答として10月に人工衛星計画試案が秋葉良次郎 長友信妃と松尾幸喜らによって製作された。このロケットは直径1.28メートル、第3弾及び第4弾に9系のロケットモーターを持つもので、これがミューロケットの使用の叩き台となった。その後すぐに糸川秀夫によって1.4メートル以上の直径とする案が提示されることとなるが、これはその後10年以上はこれを上回る大型化は、 できないだろうという予測に基づいたもので、実際に、ミューファイブロケットが提案される1989年までの20年、あまりは1966年の国会報告によって、直径1.4メートルの制限をかけられていた。糸川秀夫の案は採用され、ミューロケットは直径1.4メートルのロケットとして開発されることになった。 技術開発は、主に L-4 型ロケットや K-10 型ロケットを用いて行われた。M-4S ロケットの開発においては、他に、実機代予備試験機として M-1、M3D が用いられている。当初計画において、M-4S の後は、2、3段に TVC 誘導制御装置を搭載した、M、M-4SC、 M-4SC の各弾を高性能化し、第1弾にも TVC を搭載した M-4SH、さらに各弾を大型化した M-4SS と開発を進める予定であった。この後、L-4S-5 に至るまでの失敗の連続や漁協問題による計画の遅延によって上段モーターの高性能化が先行して進む結果となり、 1972年には三段構成でも要求性能を満たすことができると考えられるようになった。また、三段構成であれば開発中の誘導制御装置の簡素化が可能であるという点も有利に働き、計画は三段構成に変更された。M-4S 以降は M-3G、M-3H、M-3S と開発が進んだ。 計画は M-3S をもって、一応の完成を見ることとなる。アブソリュート計画とは1977年に、秋葉良次郎によって提唱された、三段式、全長18.5メートル、直径3メートル、総重量100トン、低軌道打ち上げ能力2.1トン、ペイロード比2%以上である宇宙探査要項、性能ロケットの早期実現を目標として、 固体ロケット技術を最高水準に高める総合研究開発を進めるという構想である。ミューロケットシリーズの第2期開発計画に位置づけられている。前述の通り国会報告でミューロケットは直径を1.4メートルまでに制限されていた。そのためにアブソリュート計画をそのまま実行に移すことはできなかった。その上で考案されたのが M-3S 回計画である。この計画は1978年の宇宙推進シンポジウムにおいて提案されたものであり、計画の完成型であった M-3S ロケットをもとにして、第1弾の直径を1.4メートルに抑えつつも、上段の1.6メートルへの大型化、大型補助ブースタの採用、関連要素技術の研究開発によって、 打ち上げ能力を何倍にも引き上げるというものであった。この計画は、翌1979年に、ハレー水星探査計画とともに、宇宙開発委員会に提案されることになるが、関係省庁間の調整が難航し、探査計画のみが先に承認された。その後1980年に関係省庁の調整が終了し、1981年に計画が開始される。 この間に計画は2段階に分割され、第1段階として、第2段の直径を1.4メートルに抑えた M-3SKI を開発し、第2段階として、当初計画の形態である m 3 s i i 2を開発するというものに変更された。この2つが正式に宇宙開発計画に組み込まれる際には、それぞれ M-3SII、 M-3S3 と解明されることになる。第一段階の M-3SII においては、徹底的な軽量化と水薬性能の向上、上段及び補助ブースターの大型化や制御系の近代化によって、打ち上げ能力が2.5倍まで向上された。また、並行して新展ノズルの試験等の基礎研究が進められた。 第2段階の M-3S3 では当初計画通り第2段の1.6メートル化や補助ブースターの追加等を行うことによってより一層の性能向上を図る予定であった。しかし1989年に宇宙開発政策大綱の改定によって直径に関する制約が外されたため以後はミューファイブロケットの開発へと移行することになった。 1989年に宇宙開発政策大綱が改定され、直径に関する制約が外されたために、アブソリュート計画そのものを推進することが可能になった。第2段階となったミューファイブロケットでは、M-3SII での開発成果によって、当初計画において想定された技術の多くを採用した。その上、前段に三軸姿勢制御。 TVC 誘導制御を取り入れ、第1弾の水薬増量等、規模の面では当初計画を上回ることになる。しかし、打ち上げ能力やペイロード比等は予定値を下回り、このことから水薬性能の向上、CFRP 製、モーターケースの採用による軽量化等の改良が進められていくこととなった。ミューハイブロケットの次の段階としては、小型化、高性能化、 低コスト化する段階を組み込むことで将来的にアブソリュート計画を実現するという方向性が1998年頃には示されておりこの具体案として MV を低コスト化した m バや MV の2段目から上を3段式ロケットとして利用する MV ライトなどが考案されていた MV 開発終了を受け現在は H e い,いやロケットの SRBA を一段目として流用したイプシロンロケットが運用中であり、JAXA 内ではこれを発展させ、将来的には MV を超える性能を持つロケットを開発するという計画も考案されている。第一段及び補助ブースター周りのシステムの総合試験を行った M-4S の実機代予備試験機。1966年に1機が打ち上げられ、 高度 50km に達した。第2弾及び第4弾周りのシステムの総合試験を行った M-4S の実機大予備試験機。1969年に1機が打ち上げられ、高度 160km に達した。ミューロケットシリーズ第1世代の4段式、無誘導衛星打ち上げロケット。低軌道に 180kg のペイロードを打ち上げることが可能である。 1970年から1972年の間に4機が打ち上げられ、1971年以降の3機が成功した。ミューロケットシリーズ第2世代の3段式衛星、打ち上げロケット。第2段に誘導制御装置を搭載し、3段式と段数が減少したにもかかわらず、上段の高性能化によって、低軌道に 195kg のペイロードを打ち上げる。 ことが可能となった。1974年から1979年の間に4機が打ち上げられ、3機が成功した。ミューロケットシリーズ第2世代の3段式衛星、打ち上げロケット。M-3C の第1弾を新調水薬を増量し、低軌道に 300kg のペイロードを打ち上げることが可能である。1977年から1978年の 間に3機が打ち上げられ、3機が成功した。ミューロケットと自動車の大きさ比較。M-3S ロケット3号機実物大模型と、マツダ RX-7 ミューロケットシリーズ第3、世代の3段式衛星打ち上げロケット。第1段に誘導制御装置を搭載し、低軌道に 300kg のペイロードを打ち上げることが可能である。 1980年から1984年の間に4機が打ち上げられ、4機が成功した。M-3SII ロケット実物大模型、ミューロケットシリーズ第4世代の3段式衛星、打ち上げロケット。レー水星探査が行えるように計画された。補助ブースターにラムダロケットを用いると、第1段以外のすべてのロケットモーターを大型化した。 ことによって、低軌道に7 7 0ラムのペロードを打ち上げることが可能である。キックステージを付与することで、惑星間軌道へ直接ペロードを打ち上げることが可能になり、これは前段固体燃料ロケットとしては世界初のものである。1985年から1995年の間に8機が打ち上げられ、7機が成功した。斜めにセットされた。 ミューファイブロケット6号機、ミューロケットシリーズ第5世代の3段式衛星、打ち上げロケット。直径2.5メートルまで大型化された前段が、新設計のロケットであり、低軌道に1.8トンのペイロードを打ち上げることが可能である。4号機の失敗を機に5号機以降は大規模な仕様変更が行われ、低軌道打ち上げ能力が1.85トンに向上している。 2009年時点で全弾固体燃料ロケットとしては史上最大である。1997年から2006年の間に7機が打ち上げられ6機が成功した。M-4S から m 4 s 1までの技術的な飛躍を少しでも埋めるため考案された M-4S の2、3段目に TVC 装置を搭載する計画。 ロケットモーターの高性能化などに伴い M-3C に統合された。高度 500km の低軌道に 120kg のペイロードを投入可能となる予定であった。M-4S からサイズを変えずに第1弾から第3弾べてに TVC 装置を搭載した高性能モーターを用いる計画。計画が3段式ロケットに変更されたため実機、開発はされなかったが、 高度 500km の低軌道に 200kg のペイロードを投入可能となる予定であった。M-4S、M-4SH を基にして、第1弾として、M-4S の第1弾 M-10 モータに、1セグメント追加した、M、M-11 モータを用いるなど、各弾の大型化を図る計画。計画変更以前には、ミューロケットの最終型とされ、 M-4SH と並行して、ペイロードに応じて使い分けられる予定であった。計画が3段式ロケットに変更されたため実機、開発はされなかったが、高度 500km の低軌道に 320kg のペイロードを投入可能となる予定であった。1974年に考案されたミューロケットの改良型である。当時具体計画の検討段階であった。 M-3H の第一弾の上に上段として、堺貢献の開発した、水力7トン級のロックス、LH2 エンジン ES-702 を用いた、ステージを採用する計画であり、当初は仮に MX という名称だったが、後に M-2H という名称になった。低軌道投入能力は5 0 0ラムと、見積もられていた。また、計画と N 計画を引き継ぐ。 低軌道打ち上げ能力10トンの大型人工衛星、打ち上げロケット A ロケットへのステップとなるよう計画されていた。技術試験衛星や惑星探査機を10機打ち上げる予定であったが、予算不足やロックス、LH2 エンジンの開発リソースを LE-5 に集中させることが決定されたために実現しなかった。M-3SII を元にして、 1> 第1弾の直径は変更せずに補助ブースターの大型化及び増量し、第2弾を1.6メートルへと大型化することによって性能向上を図る計画。改定された宇宙開発大綱によって直径の制限がなくなったために MV の開発へと計画は移行した。MV の登場によって理学ミッション機械や工学実証機械が減少したことから考案された構想である。 高機型 MV の第2弾、第3弾、キックモーターで構成される小型人工衛星、打ち上げ用3段式固体燃料ロケットで、観測ロケットの延長としての衛星、打ち上げロケットとして位置づけられていた。低軌道に 500kg、太陽同期軌道に 300kg の人工衛星を投入することが可能とされ、MV と各部を共用することで、費用は、 衛星バスも含め20億円に抑えることが可能で、あると見積もられていた。MV 民間移管後に民主導で開発される予定であったが、MV 民間移管計画の中止とイプシロンロケット計画の開始によって、開発には至らなかった。日本の宇宙開発の歴史宇宙圏物語アイセス。 ニュースナ、no. ンバーワン9 4九9 9 7 5 m v 特集号アイセスニュー、no. スナンバー2171999.4日本航空宇宙学会士第24巻ありがとうございます。